2歳児ぐらいまでっていうのは2500人ぐらいじゃないかと。そうですで、ね。はい、で1施設あたり平均すると、まあ、18人ぐらいになると。そうするとまあね、おむつの量もまあ当然すごい量になるなという、18人の乳児のおむつの量ですから、やっぱりだからその多分いくらあっても困ることはないですし、そうで本当にす。腐るもんでもないので、本当にあればあるだけすごく現場の方々は助かるものであるのは間違いないので。今現場の方ってありましたけれども、ここにね、お礼のメッセージの中にはまさに現場の方ですよね。この度はおむつのご寄付ありがとうございます。大変な世の中ですが、子どもたちも職員もコロナに負けずに頑張っています。一日も早く収束することを願っております、ということで、これ現場の職員の方々も、本当に初めてのコロナの対応だと思うので、負担も大きいんじゃないかなと想像しますけど、実際にはどういう状況ですか？施設でコロナっていうのはもう施設に限らず、もう保育所でもどこでも、もう本当に皆さんたちやっぱりなんか社会と本当に関わりが持てなくなってるっていうのはひしひし感じてると思うんですよ。まあ自分たちの体のこと、子どもたちの体のことっていうのもあるんですけれども、何よりもやっぱり関心を持ち続けてるよっていうメッセージを送ることも大事だと思うんですね。で、先ほどの石さんがその乳児院で近くにあるのが分からなかったっていう、まあ乳児院側の方も少し地域でこう見せるっていうのは少なかったっていうのは、今乳児院の多機能化とかですね、それからあとちょっと一時預かり的な、コロナ禍でお母さんが少し自宅待機しなきゃならなくなった時に、子どもさんを預かるところがどこにもないというような時に、こういう乳児院でショートステイ的なのも使っていただくとか、もういろいろとこの何て言うんでしょうね、困った時の駆け込み寺的な使い方もされるようになってきてるんです。ありがとうございます。あと質問もさらに来てましてね。エドフォースさんから、今困ってるのはおむつだけなのでしょうか、ということで、どうでしょうか。それはもうおむつだけではなくて、例えばまあ今台風シーズンですけれども、台風なんかの時にその子供をいっぱいのをどうやって連れていくんだとかね、本当に前と後ろに抱えてとか、まあ、そういうようなグッズとかいうのも支援が欲しいというのは聞いたことあるし、それとあとはその水拭きのお尻拭きとかですね、もうやっぱりあらゆるものがやっぱあったらいいなっていうのは施設の職員さんは感じてらっしゃいますよね。なんで予算があるからそれで買ったらいいじゃないのっていう、そういうことばっかりではない、まあ、こっちがね、それも必要なんじゃないですかっていうように、おせっかいをしていく、それがすごく必要なんだと思ってます。やりみぞさん、いかがですか？そうですね。まあ、今回もお尻拭きもですね、だいぶこうちょお送りをさせていただきましたけれども、本当にこう日々使う、特に消耗品などはですね、本当にいくらあっても、まあ、足りないというかですね、欲しいところかと思いますけれども、そしてそれで少しその分でこうおもちゃを買ったりとか、そういうこともできたら、よりまたさっきのようにですね、こうそれぞれ季節の遊びなどにも興じているような子どもたちの顔を見ると、ますますこうなんかこうそういうことにもお金を使っていただきたいなというふうにも思いますし、こう子どもたちが笑顔になるためのにはですね、こうまだまだこうやれることがあるんじゃないかなというふうにも考えております。平島さん、続きお願いします。ありがとうございます。多分乳児院だと、本当に結構な幅広いこう年齢の方がいて、まあ、そのケアとか、その必要な物資も本当に幅広くて大変だなと思うんですけれども、まあ、どんな感じで子どもたちって過ごされているんですかね。昔はもう本当に一人の指導員さんにもいっぱいの乳児があって、次から次に泣く子どもたちにミルクを与えなきゃならないというようなのもあったんですけれども、やっぱり集団保育っていうことは、もう人と人を信頼して育っていくっていうのは、やっぱ愛着を持つような相手が必要になってくるんですね。ですから、それが親ができなかったら、誰かの大人がっていうことで、やっぱり担当性を敷いていくとか、そういうようにはなってきているんです。ですから、生活がもうちょっと大集団ではなく、
小集団になっていってるっていうことと、それからあと保育所と同じようにあのお外に散歩をすることによって他の町の生活している人たちにもこう触れ合うっていう、そんなようなまあ本当の家庭で過ごすようなものを目指した、施設でありながらですね、それは変わってきてますね。あ、なるほど、ありがとうございます。あとは、まあ、推進会議様の方で、多分、まあ、いろんなこう施設への取り組みとか、あとそれ以外にも様々な活動されていると思うんで、何か、ここで皆さんにこう知っておいてほしい、取り組みだとか、やっぱり我々がこう知っておくべきことみたいなのがあれば、お願いできればなと思います。先生、いかがでしょうか。いえ、もう本当にですね、